形あるものはいつか壊れる。壊れたものに再び命を吹き込む。美しき職人技の世界。修理見せます。今回の舞台はこの部屋。修理人が使う道具は牛の皮、ハンマーに包丁と呼ばれる刃物、そして針と糸。今回の見せる修理人がこちら、向井邦則さん。向井さんが修理するもの、それは靴。向井さんの店は靴の修理専門店。機械では修理できない靴でも100を超える道具を使い手作業で直す。その技は履き潰された靴にかつての輝きを与える。初めてのプレゼント、直します。この日、修理人の作業場を一人の女性客が訪ねていた。依頼人の白川さん。こちらの靴なんですけれども、はいはい、買ったのは18年ぐらい前、主人と本当付き合い始めて半年ぐらいの時にですね、靴をこのプレゼントしたんですね。もうデートの時は必ず入ってきてくれたっていう感じなんですね。依頼人がご主人に送った初めてのプレゼント、ボロボロになるまで履き続け、靴底に大きな穴まで開いてしまった。何度も修理に出してきたが、機械ではもう直せないと、ついには製造メーカーにもサジを投げられた。もう不可能だって言われた時点で、しかもその買った先のメーカーさんじゃないですか、そこがもう無理だと言えばもう無理ってもう決めつけてましたから、だからもう記念品として主人は取っていくつもりだったと思うし、一度は諦めた思い出の靴をよみがえらせ、夫を喜ばせたい。その思いが修理人の腕に託された。まずは使えない部分を取り外す。貼り合わされているヒールを1枚ずつ剥がしていく。さらに本体とソールの間に隙間を作り、縫い合わせている糸を包丁で切断。ソールも本体から外す。靴の上の部分、革の上物の部分ですね、そちらの方にまず傷をつけないように手でカバーしながら刃物を入れていったりとかして、ソールを外してみると、予想以上に本体部分の痛みが激しい。これ以上本体を傷つけることなく新しいソールを取り付けなければならない。糸を準備。使うのは麻糸。松ヤニを塗り込み、より丈夫で緩みのない糸にする。市販の布団針を自分で曲げて作った特製の縫い針。この針を糸の両端につける。まずはソールをつけるための土台、ウェルトと呼ばれる革を手作業で本体に縫い付けていく。
製造メーカーに修理を断られた理由がこの作業。機械を使って縫うと痛みの激しい本体をさらに傷つけてしまうのだ。もともと縫ってあった穴が開いてるんですけれども、機械で縫うとなるとまたどんどん新しい穴を作ってしまうので、本体を傷ましてしまうことになってしまうんですけど、手縫いでやることによって元の糸を抜いた穴をまた拾って本体の方を傷ませずにつけることができるっていう。いよいよ新しいソールを取り付ける。まずは糊で仮止めし、余計な部分を切り落とす。すり減った古いソールより一回り大きめに包丁で滑らかな曲線を削り出していく。手がもう感覚で覚えてるんですよね。このぐらいでこういう力を入れてこの辺を狙って切るっていう、考えてるというより体がやっぱり覚えてくれてるので。ソールを縫い付ける。この時重要なのが縫い目の美しさ。力よりは集中力ですかね。同じ作業、同じ力の入れ具合っていうのをずっと一目ずつ一周ぐるっとさせなきゃいけないので。ヒールは3枚の革を打ち付けて作る。これも手作業。左右の形にわずかなズレもないように何度も両足を見比べながら慎重に形を整えていく。靴は美しさが命。いくつものヤスリを使い側面を磨き上げる。ひたすら3時間。磨けば磨くほどツヤも出てきます。細かい作業の積み重ねでやっと出来上がるものなので、どっかで一つ手抜いちゃえば最終的にやっぱり綺麗なものってできないんですよね。仕上げに本体の革をクリームとワックスで磨き上げる。靴の修理をしているその作業っていうのがすごく好きで、好きでこの仕事をやれてるんですね。だから一番の喜びといったらもうその作業をしていること自体になっちゃうんですよね。そして製造メーカーにも見放されていた靴が修理人の技によってよみがえった。擦り切れていたつま先はまるで鏡のようにピカピカと光っている。大きな穴が開いていたこの靴底も真新しい革のソールに生まれ変わった。依頼人の白川さんが再び作業場を訪れた。ご主人には渡したいものがあるとしか伝えていない。そのサプライズプレゼントは昔送った初めてのプレゼント。ご修理の方ですね。はい。おお、すごい想像以上に綺麗になってるからびっくり。ああ、なんか久しぶりの感覚で。
かっこいい。かっこいいでしょ。ありがとうございます。とんでもないです。よかったです。喜んでいただけて。今日からは家族と共に歩んでいく。